はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今日はですね、昨日行われた、まあ、私喋ってるの土曜日前日なんで今日って言いたくなっちゃうんですけど、昨日あった、ある講演会に行ってきたんですよ、でそれのね、感想やら、なんでその講演会に私ハイチ呼んでいただけたのかっていうのが嬉しいエピソードがあってその辺をね皆さんに共有というより聞いてくれって話なんですけど、まあその辺をね話していけたらなと思っておりますので、よかったらね最後までお付き合いください。で今回は、群馬県にあります館林市立第三中学校、私館林市の隣の明和町っていうところが地元なので、もうめちゃめちゃ地元地元だと山中ですねって呼ぶとこなんですけど、山中で講演会させてもらって、で実は山中はですね、もしかしたらこれ聞いてる方の中でピンとくる方いるかも。そう、山中ある有名な方の出身校なんですよ。はい、で誰かっていうとクイズノックのこうちゃんね。そう、こうちゃん山中で、だからこうちゃんの多分、まあ実家は知らんけど、まあ、山中県内だから、こうちゃんの実家とうちの実家チャリ県内なんですよ実は。そう、近くてね、それは前にねこうちゃんにも話したことあるんだけど、だからもう今日先生にも言ったよねえ、こうちゃんじゃなくていいんですかみたいないや素直に思ったよ、卒業生だしね、そうこうちゃん。そうだけど、まあ今回は自分を呼んでもらったんでね、まあ、スライドも作ってって話をして、割と質疑応答もすごく盛り上がったし、結構みんなが良かったですとか、保護者の、あ、 PTA の方もいらっしゃったんで、保護者の方とか学校の先生とか校長先生とかもね、すごいこう講演の内容良かったって言ってくれたんでね、私はすごいこう安心して帰ってきたんですけど、で、あのね、今回そのいろいろ話したいことがあるんだけど、まずあれだ、きっかけから行きたくって、これよくツイキャスとかやってる時にも、まあツイッターとかもそうですけど、講演会うちにも来てほしいですなんていうのを言ってくれる方がいらっしゃるんですね。でもどうすればいいんでしょうか、先生に言えばいいですかみたいな感じがあると思うんですけど、今回実はそれなんですよ。そう、あの講演会呼んでもらった理由が、そのね、ある先生が私に連絡を送ってくれたんです。メアドをね探してくれて、でその先生、私のハイチの存在知らなくって、でどこで知ったかっていうと、ある、3年生かなの女の子が、その生徒さんがいらっしゃるんですけど、その方が私のことが、まあ、すごい普段から使ってくれている方だったんです。で掃除があるじゃないですか学校で、で掃除の時に、まあ多分あるよね、掃除って1週間ごととかで場所変わるじゃん。でその女の子がその時はたまたまその先生が担当してる掃除場所だったらしいんです。そしたらその子がね、先生、ハイチ先生って知ってますって言ってくれたらしいんですよ。で知らなくて、先生、え、誰それみたいな、だったらこういうことやってて、でこの人のおかげでってすごい熱弁をしてくれたらしいんですよ。そしたらその担当の先生がその講演会に呼ぶ人をずっと探してくれてて、あ、ならその人連絡取ってみるかって言って、そう、あのその女の子がその講演会呼んでほしいみたいなこと言ってくれたから、先生がなんか実際は先生探せなかったんで、なんか息子さんに頼んで私の連絡先、そのアドレスね、ヤフーアドレスを探してくれて連絡をくださったんですよ。でそれはね、もう結構前で、今年の頭ぐらい、2月か3月ぐらいかな、最初に連絡をくださったのが。そうで、そう、私になったと。で一応なんかいろんなところで、まあ、承認はもちろん必要になっちゃうんだけど、なんか承認みんないいですよって言ってくださって呼んでくれたと。だからもちろん全員が全員ね、これは叶うわけではないんだけれど、今回のきっかけはその生徒さんがの行動だよね。その先生が先生に話してくれなければ今日の講演会はなかったので、すっごい嬉しかったこのきっかけ。結構、今年講演会ね、いろいろやらせてもらう中で、人から聞きましたとか、いろんなパターンがあるんだけど、そのPTA の保護者の方が学校の先生をある種説得して講演会を実現させたパターンとかもあって、そういうのもすっげえ嬉しかったんだけど、今回はその生徒さんがね、まあ説得するまではいかなかったと思うんだけど、先生にこうある種熱弁してさ口説き落とすじゃないけどってやってくれたのが、なんか嬉しくてね、すごいありがとうって。しかもその子手紙くれてさ、今このダラダラジオ読む直前に今手紙読んだんだけど、すごい綺麗な字でね、この2枚も書いてくれて、びっしり書いてくれて、
聞いてくれてるかな、もしか聞いてくれてる気がするからさ、ありがとうね。すごい嬉しい手紙でした。はい、ニヤニヤして読ませてもらいました。で、実際ちょっとね、あの講演会の感想なんかも少し話せたらなと思うんですけど、すごい素直な子たち、みんなだってちゃんと話を聞いてくれるし、自分よく思うんですよ。自分がね講演会で喋ってる時も話をまあ聞いてくれるじゃないですか。でも話を聞いてくれるのって当たり前じゃないんですよ。そう、それはね絶対忘れちゃいけないことだと思ってて、だからその座っているけど聞いてるように見えるけども心ここにあらずの子はもちろんいると思ってる。でもそんな子が一人でも少なくなるようにスライドもちゃんと準備するし練習もするし、トークのね喋る練習もして臨んでいったから、なんかそうだね、ああやって座って聞いてくれてる様子とか、まあ、表情とかも見ながら喋ってたんだけど、割とみんなこうちょっと前のめりとかいうかね、で話聞いてくれてたし、まあ、質疑応答もそうだったけどさ、結構終わった後にこう晴れやかな気持ちというか晴れやかな表情かになってる方も多かったんでね、すごく良かったなと。で本当はね、体育館に今回は3年生だけ、まあ、コロナのこともあるんで3年生だけが体育館に集まって、で1年生は、ズームじゃねえや、なんかそのネットでつないで教室から見るみたいな話だったんですけど、今ちょっとコロナがね感染者すごい減ってきてるところもあったので、その先生の好意でというかで、みんなを体育館に集めてくださったんですよ。確か400人ぐらいかな、全校生徒で、集めてくださって、だから全校生徒の前で喋ってきたんですけど、終わった後に校長先生がこう全校生徒入れてよかったって、あれはこう画面越しじゃなくてあの場所であの温度感で話を聞かせてよかったと本当に思いますと言ってくださったんでね、なんかこういうのを言ってもらえると、なかなかさ今もやっぱコロナのこともあるから個別にねこうそうみんなと一人一人と話をするなんていうのはちょっと難しくなっちゃったけど、でもこう先生からそういう風に言ってもらったりとか、あとあれだ、あの終わった後にさツイッターにねたくさん DM くださってて、で私ちょっと DM ね前回返せないんで返してないんですけど、いやすごい嬉しかった。もう幸せだとか思った講演会でございました。まあ、今回はねそのきっかけの部分もそうなんですけど、やっぱりこう自分の喋りたいこと喋ったことを受け取ってくれる人がいる、そう受け取ってくれてそこでいろんなことを感じてくれる、それ感じたことを自分にまた返してくれるっていうのがこうたくさんねできたので、やっぱこういうのってすごい幸せなことだなって思ったっていう話でございました。一種ののろけ話みたいになっちゃいましたけど、すいません、たまには許してください。でも本当嬉しかったんです。はい、ということで本日もねダラダラジオお付き合いいただきありがとうございました。さあ来週は12月です。皆さん2021年終わるぞ。マジかって話ですよね。まあね12月も変わらずに、まあいろいろとね喋っていきますので、まあよかったらねまた来週日曜日の夜8時にお会いできたらと思います。それではここまでねお付き合いいただきありがとうございました。また明日、また明日じゃない、ごめんなさい、また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。